在してきたんですが、このあれですね、故郷の町が、道元禅師はおそらくこの故郷を磨く、まあ、故郷ですね、それが言われたくて書かれていたと思うんですね。それで、この前で言うけれど、故郷って古い川にっていうのって、いわゆる骨董屋や古道具屋にあるその古鏡、みんなこれと言うけれど、この諸方言の言葉はみんな仏語ですから仏法として読まないで、古いっていうこと、古いっていうとあれよりこの方が古い、そういう比較的古さをみんな考える、あるいは年代的な古さ、ね、あるいはその時間的古さを考えるわけでしょ。ところがこれ仏法としてって言ったら、そういう中途半端な古さに、要するにそういう比較を絶した、時間を絶した古さ、いわゆるあえて言うなら、全てのものが新しいとか古いとか、あれとこれとって分かれる以前の古さ、二つに分かれる以前の古さ、それがこの故郷、故です。そして神っていうのはこれ全て映す、それで あらゆるものを映す、だから故郷っていうのは一切が分かれる以前のところで一切のものを映すっていうのがね、ちょっと矛盾してる話が、一切のものが分かれる以前ならもうベタ一面じゃない、ところがそのベタ一面の分かれる以前のところで一切のものを映してるっていうか、これ故郷っていうのがあったから、非常にそれ自身矛盾した言葉だ。だけどそれが私がいつも言う生命の実物、この生命の実物の実際はそれなんだ。あらゆるものが分かれる以前、頭働かしゃこそあれとこれとってね、分別するわけ。ところが頭が働く以前の古さっていうのがあるとね、押すとベタ一面。しかしながらそこに何もないわけじゃない、あらゆるものが映ってるからね。だから生命の実物、この実際を言う生命の実物のことを言ってるんですよ、故郷っていうのはね。まあそれをそういうところにあるしてんだけれど、この故郷の町はね、だから大変長い、他の町に比べると長いわけですね。それで今ちょっとこう拾い読みしながら今日のところへ進んでますとね、まず一番初めのこのテキストの初めを見てください。この結局ね、今言ったような生命の実物だ、そういう故郷をね、諸仏諸尊樹樹氏完全するは故郷なし、それがね、まあ序文だ、いわばあらゆる、諸仏諸尊はただそういう生命の実物を従事し、鑑定してきた。だから第2段目はね、その第18層、カヤシャトン、カヤシャタン、これ、その1段ごとにこれ、行が書いてあるところが1段ごとで、この諸仏諸尊が鑑定して来られた故郷はですね、
いろんなものを分かれる。そういういろんなものを映し出す。しかしながらそれが今言ったように2つに分かれる以前のところで映しているということを祝うがためにね、まあ、この段の次の段の大切な文句を拾い出せば、上のページの157ページの下の段5行目、諸仏大円観内へ帰れなし、両人同国権信念皆愛に至る。会社の結局ね、内下とか両人とか信念とかね、そういう2つが分かれる以前、それが諸仏大円観というね、故郷だと。もう第2弾の話はそこが要所です。から第3弾の話は、この第146ページの下の段、第33層大観禅師のことなんですが、この段ではね、そういう生命の実物という故郷はね、実は何から何までなんだということですね。だから、その上のページでいうと158ページの下の段、左から5行目のところね、岩や鏡にあらざる一人の人立法会にこれらんや、鏡にあらざる一人の鏡に残らんや、知るべし人会は人説にあらざるない、故に故郷面なり、書いてある。つまり人界っていうね、あらゆるこの世界はね、決して迷いの世界だ。冥界人説なんじゃなくて諸仏大円観、要するに生命の実物としてねあるんだ。それがそこのところがあるんで、その次の第4段目ですね、そこではね、故郷はね、だからその2つに分かれる以前、しかしながらバラバラに全てを映してるんでもない。それでね、故郷っていうものは、だから故郷っていうのは今の我々の自身の生命の実物ですよ。他人事と思って聞いてちゃダメだ。自分の生命の実物の本当の真実を言ってるからね。それでそれはっていうとね、つまりその一切分かれる以前のところで全てを映す。それだから決してね平面的じゃないんだ。でいわば立体的な、そういうそのところが、この上のページ数でいうと159ページの上段の、左からね6行目に、当陰文字は百千万の干渉にて満々点々なし。怖いおしゃべりだ。この満々点々というのはどういうか、満々っていうのはね、目をつぶってるっていう形なんです。目をつぶった形。それに点々っていうのはね、この、点を打ったように、あちこち点を打ったようにある。目つぶったところに抵抗みたいな、それからそういう、この矛盾したことが、目つぶっちゃ何も見えない。ところが目をつぶったところに抵抗みたいな、
ちゃんと散在してる。それがだから非常に立体的構造。ところがその立体的構造というのところにはね、その深さも高さも無限だということが、その次の段で、その161ページの上段の左から2行目ですね。終始は我また如であり、何時また如であり、最天所相また如での道理早く連末とし、祖師の道徳に故郷は周りと同志、影響もしかあるべきか、いかんまさに広く諸仏諸祖の道に渡る山岳あるべしと、こう書いてある。結局の話ね、まあ、この辺から末とか連末っていう言葉が出てくる。そしてこういうあの深さ高さのね、無限っていうことを、この最後のところで、その段の最後のところ目のページでいうと162ページの下の段の初めの行、最大の行段総参万古敵誕空海の月、要するにこの谷の深さも無限な、それから空の高さも無限という、要するにこの生命の実物のね、深さ高さというのは本当に無限なんですけど、そんなに簡単に平面的にああだこうだって言うと、悟った迷ったって、そんなね簡単な話じゃないんです。どこまでも無限なものだ。そしてね、その次、そういう深さ高さに向かってですね、どこまでも磨いていくのが故郷、故郷だ。で、ここは故郷っていうと向こう側にある一つのものかと思って大違い。故郷を磨くことが故郷。それでその163ページ上段のね9行目見てください。しかあれども一年未亡以前というはさっき言った今日を咲かせしめず全末すべきなりとは、要するに一切分かれる以前だって言ってる。古いって言って一切分かれる以前のそれ方って言ってるでしょ。ところがそういう一切一年未亡以前っていうのは何、今日なり今ここだ、これ生命の実物っていうのはそうなんだ。一切分かれる以前のそれさって今ここの、だからそれに向かって今日を咲かせしめず全末的になって、それを磨いていかない、ね、この次の段はそれじゃあそういう壁磨いていくっていうことどっかに到達点目標っていうものがあるのか、そういうのがない、そういう目標とか到達点というのは私の生命の実物より外に何かあるというんじゃないんだ、ね、それを言うためにそういう故郷を言うためにね、165ページかなり必要です。大地無寸土の時節は
私は大垣に行ったときに何か
差の方向なっていうのかな、最高級33番目、一番奥田賞のところ、あそこ行ったときにあのミイラがあって飾ってあったね。そしてこう、わさっとたくさん千羽鶴が吊るしてあるかと思うと、女の人の髪の毛がわさっと吊るしてあったね。こんなって、そしてこう大きな山の谷合いあるからね、いつもジメジメしてて、こんなところに住職するってのは嫌だなと思ったら、でいつもミイラと一緒にいるっていうね。あなたのほら、そのミイラ旅はこのくらいのこのなんとかっていう坊さんが一生懸命修行して、でミイラさんと飾ってあるけど、俺子供並みのミイラで、あれで見る人、死んでミイラにすると骨まで小さくなるらしい。そういや私なんかも相当小さくなった。この前はもう少しでだから、ほらこの頃は非常にこうミイラに近くなる。そういうね、まあそれは余談だけどさ、とにかくもう死んでしまったら、本当は別品の灰であろうと、下茶の灰であろうと、同じ灰になっちゃう。そして、だからね、全くこれ、修行しても、しなくても同じ。本当つまらないじゃない。それくらいなら、まあ、したいことをして、面白おかしく一生過ごした方がいいっていうのは、まあ、普通の任務。それでも修行するっていうためには、その修行の根拠は何かっていうことね。これ、自分自身がね、修行者になってやってもらった際、これ大問題になると。修行してもしなくても同じなのに、しかも修行しなくちゃなんないって、一体何のためか。みんな、俺の仲間ってやつは、面白おかしく過ごしてんじゃん。それを面白おかしくする生き方をやめて、しかも一生懸命断念してる。一体何のためなのか。この根拠がはっきりしてない限りね、修行は続かない。でね、これはだからとんでもない難しいので、私に作り込もうな。私なんかまあ15、6の時から人生を悩んで、そしてそれから今とにかく一筋にその人生のもったいだけに取り組んでずっと来てるだけは間違いない。真面目な男だ。それでしかしながらね、その今言うこれ、死んでも死んでしまえば修行してもしなくても同じだ。それでもしかも修行をするっていうね、その本当の根拠は何かって、私が一生いくらやってきたって私の頭からは思いつかないことだ。彼とは何かという以前に勉強する意味をね、はっきり納得するように話してから勉強さ授業すれば、どうせらね生徒だって本気になって勉強する気になるんだと。それと同じように今の証拠言動の話もね、これ証拠言動の話っていうのは皆さん自身にとってどういうところで必要なのか、そこのところは時々その原点に帰って言わざるを得ないわけで、そういう原点とは何かって一口に言ってどういうことか、ね、今時話がはっきりしてていいね、これあたあかんたって言われると、そうするともうこいつもう死刑宣告されたような思いしなきゃならないから、だから癌は治らないのがいいかもしれない。
そういうあれがあればこそ内縁部大のあれですね、星あの無常を感じるんです。そうでなかったら、これもガンマで治っちゃうと、もう誰も無常を感じるやつはいなくなるかも。今ね、我々の原点は、今、頭がんだっていうのことはですね、これ、どんな若い人でも小児がんっていうのがあるんだしね。だから、あの、年取った人ももちろんあるし、だから誰にでも来るんだ。その今あなたは何だってね言われて、さてどうするか、その基盤で自分をいつも見てなくちゃ、そしてそういう基盤からですね、あのその原点から、あの早い話がですね、見ていないとこの証拠弁当の話はいつの間にか宙に浮いちゃう。一体何のためにこんなこと言わなきゃならない、故郷って言ってね、浮かんだ話何のためにしなきゃならないことになる。そうじゃない、このもしね、そういう生じ問題自分において本当に考えておかないとね、普段からそれ磨いておかないと、ガンダって言われたらただ不幸に来られるだけだもん。この損得や幸福不幸の話は誰でも分かる。ところがこの今ガンダって言われて、じゃあどうするかって話になってね、その時はもうただ死にたくないって言っただけになっちゃう。これね、自分じゃさあね、危なっかしいもんですよ。私ね、その学生時代にね、いわゆるその頃は神経衰弱っていうのが流行ってた。神経衰弱、これで夜は眠れないし、人生は悩んでるし、こんなのに対しても悩んでるし、それでね、もうこんなね、あのあれ生きてるの本当に嫌になって、死にたい死にたいと思う。そういうそんなことして不摂生するもんだから、今度は病気になって、お医者行って見てもらったら、毒膜のひどいやつだって言われて、ね、事実はひどかった。ほら、六幕ってやつはそのころ、あんなあれ言うけれど、早い話が結核、肺結核なんじゃないですか。肺結核となると、その頃は今のがんみたいに、もう死刑宣告されてある。途端にね、私、今まで死にたい、死にたいと思ってた。だから、あとはもう 死ねるって言われたら、ああ、よかったって言うなら言ってれば。まあ、これで死んじゃたまらないと思った。それで死にたくない死にたくないってね、それだけでもって、丸1年寝たんですね。そしたら女房の方はコロッと先死んだ。ああ死ぬってことはこんな簡単なことかって、それで負け戦が今度勝ち戦に変わったね。それでこんなあのもう本当は大体こう良くなってたわけだ、そんなことはしちゃいられない。それでもう坊主で、その点ね、自分は死にたいんだって、まあ、思ってる方がこの中にいるかどうか知らない、たとえ死にたいんだと思ってても、いざあなたはガンだって言われたら、途端に死にたくないとこう思う。負け戦にすぐ変わる。そこのところよく知っておかないといけない。でこのだからね、生死の瀬戸際では損得とか幸福不幸とかね、そんなあの話なんか全く意味ないの。で、大切なのは損得や幸福不幸ね、
そういうのが二つに分かれる以前、そういうその生命的地盤、ね、そこを普段から磨いていなくちゃ、少なくともそういう話に慣れていなくちゃ、それが早く変魔すべしか一年未亡以前のところに向かって、この早く変魔すべし、ね、そこだったで、そういうだから、ところがそういう故郷を磨くっていうことが、まただから磨いてみても結局はちゃんと死が早くも、修行してもしなくても同じだ。それだから、そうするとまたはてな、それぐらいならやっぱり面白いや おかしく生きてた方が生き得じゃないかと、こうまた思う。ところがそういうね、面白おかしく、あるいはそんな損だ得だって、ね、分かれる以前の、そこが大切なんで、そこを見合うんですからね。いいですか。こういう話はだから文句、文句って我々が普通に思いつくことじゃないもん。それ道元禅師お釈迦さんから始まってですね、ダルマさん、道元禅師っていうね、そういう相手持って教えを聞いて初めて、あ、そういうもんかね。だから面白おかしくとか損得とかってもう分かれた後の話、そういう意味で、こんな話をねあえてするのは、ここでも話したことあると思うけどね、この沢木老師のところに大きな大会社の重役の奥さんでね、ずっと沢木老師について3年し、そして精神もいつも来てた奥さんがいた。私が坊主になる以前から、いわゆる沢木老師の掃除時代、掃除の五道時代からずっと修行してきた奥さん。ところがその奥さんがね、沢木老師が昭和38年の6月から足が動かなくなって、安泰にこう落ち着かれた。そしてまあだからその頃私は沢木老師のお世話のためにもう全部捧げてる時だ。その時にね、その奥さんの息子さんからね、私に手紙が何かと思ってたら、今お母さんはね、胃がんでとても苦しんでる。ところがその病気で苦しいだけじゃなくて、それ以上にね、私はね、沢木老師について長年参禅し、そしてもう摂心も通って修行もしてきた。それなのになおこうして苦しむとはってね、もうそういう愚痴を言ってなお苦しむ。でこれでね、なんとか言ってやってもらえないかってね、この息子さんから言ってきた。この私はその時老師の面倒だけでとても老師を置いて東京行くことはできない。それから老師は自身はもうあれですけど、もうちょっと愛してきたもんだからね、もう老師にその話を言う風景じゃなかった。それで私は本当に何て言うかな、万事休すというような思いでね、何書いたか私にしかあれしなかったけど、まあ結局の話、世間、一号の挨拶ぐらいしか書けなかったんですね。でそういうことが
あるんでね、これ宗教の話って根本問題はやっぱり生じ問題。ところがその生じ問題、宗教の話をよく聞いてきて、それからまた宗教の修行してっていう人をね、いつの間にか自分の生じ問題を放り出しちゃってね、で、もう宗教をやってるとやっぱり偉くなったような人、そして死ぬ時には楽に死ねるような人、そんな気になっている人多いんじゃない。あ、この時々はその原点に立って見直さなきゃ。そしていや沢木老師だってね、座禅しても何もならぬというのは、もう沢木老師はそれこそ耳に痛はできるほどしょっちゅう言ってた。ところがみんな沢木老師の話聞きながら、老師はああいうけれど、やっぱり老師について座禅してるとちっとはなんとかなんだってみんなどういうそういうこのこそことした気持ちを持ってるわけだね。それで来ちゃうから、それで話が来ちゃう。老師はなお座禅しても何にもならぬという話がわからないとしたら、本当に何もならぬそこまで言ってんだけど、でもどっかでもってやっぱり座禅してちっとなんとかなんだろう、そういうことです。でも座禅しても何にもならぬという話が本当にね、よくごてんぱらしてあれしてもう疑いないというところまでいかない。だからつまり大切なのは、磨いても磨かなくても、修行をしても修行しなくても、このそういう二つに分かれる以前のこのところこそを磨き修行するんだってことですね。でそういう磨くことこそが故郷つもり、そういうのが生命の実物だ。でだからね、今これ知るべし、この次の段ですよ。知るべし、今いう故郷はまじあり、みまじあり、まごあれども一面に故郷なり。しかあればまじは故郷の全故郷をまするなり、ね、このまじは故郷の全故郷をまするなり、これが一番大切だ。要するに仏道修行者として、あるいはその仏教っていう宗教に本当に生きる人としてだ、これ最も大切な点としてね、探求、どこまでも探求してなきゃ、どこまでも深めていかなきゃ。これをね、先に読んだ法華天法華では十方仏土中、どっちへどう転んでも仏土中、その十方仏土中をどこまでも深く開示誤入していく、これが手に転でられる花。これであれしたらこの話ね、キリスト教、これ私が時々キリスト教の話でするのはね、この聖書の言葉を持ち出すのは、これ単なる仏教の地方的な言葉だしね、じゃないんだっていうことを言いたいがためにね、キリスト教の聖書に出てくる言葉を挙げるんだ。このパウロのロマ書にね、ロマ書の1の16、17の言葉、もし何だったら家に帰って聖書をよく読んで、我福音を恥とせず
この福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信ずる者に救いを得させる。神の力なればない。神の義はその福音のうちに現れ、信仰より出て信仰に進まします。これはその結局パウロはもう福音の中にずっぷり、使ってるわけ。もうどっちどう転んでもね、その神様のその救いの中にある。それだからこそね、このあれですね、いよいよ信仰より入れて信仰に進ましむ、いよいよ信仰を深めていく、これが宗教生活っていうの。宗教生活っていうのはね、ただ悟って悟るまでの話でね、それで悟ったらもうこれどこまでも一生宗教の信仰より以前で信仰に進ましむ、深める、これが大切だからね。我々の宗教生活の極意は、その洋の東西を問わず、仏教キリスト教を問わず、まさしくその辺だから、つまり我々いつも言うけれど、どっちどう転んでも生命の実物生きてるんです。いいですか、生命の実物。これから修行して生命の実物をコツコツ生きようってじゃないんです。誰だって生命の実物生きてる。その生命の実物を生きてる、それをこの次は仏性の巻をやろうと思ったんですがね、仏性の巻読むのには因果の巻先に読んどいた方が分かりやすいと思うので、この次は因果の巻になります。仏性の巻にはこの、どっちどう転んでも自分の生命の実物生きてるっていうことをね、質の仏性って言う道元禅師の小方便とみんなそこが大切だ。で、実際に生命の実物に生きているから、だからその生命の生命力に従う。そしてこの我々今事実に生命生きてるんだから、その生命力、本来の生命力に従って生命の実物にだんだん深まっていく。それが大切だ。だからそれを正常の種っていうね、それから主将一の道元禅師の教えは、そこが一番大切だ。でその正常の種、主将一のが本当の宗教で、決してね、今迷ってるから修行して、そしてなんとか合格、悟りに合格しよう、ね、受験生、ね、みたいなもう話じゃないんだ。合格不合格の話だとみんな世間の人はすぐ分かる。だけど合格不合格を超えてるって話はなかなかこれ深い話。例えば、たとえね、よしって言われて、私は因果証明受けたって悟ったよって言っても、しかし、悟ったつもりでいても、あんたはなんだって言われたら、ごそっと悟り取り上げられた、その瞬間に悟り取り上げられちゃうことだってあるの。悟りっていうものが一つこう、食いついてたら、そうしたらもう取り上げられる。